しっかりルール見ないから。いやー、開けなく終わるなー。以上って本当以上やなー。いやー、射撃も2回目まではミニゲーム系を遊ぶからな。次からロンギ出すわ。ねえ、ねえか、バネバネかー、なんとも言えへんなー。でも持ってこられたら逆にチャンスあるよね、やつにとっては。でも俺10マス以上あるからチビチビは使えないしな。いや、使わんしょ。やべえなー、踏んだり蹴ったりだぞ急に。もうぼっちの上に踏んだり蹴ったりとかで、アバタンボンバーデラックスなんだけど。 DK ドンキーコーグ、何が起きるの。めっちゃさらわれてるけど。おっと、ジョンキーコング、何何は、あ、一気に運んでくれると。一気にスターまで運んでくれるんだ。まあ、彼女にとっては全く嬉しくはねえわな。あ、で、D キャラ、D キックからクッパに入れ替わるんだ。危ねえな。クッパは逆にスターから遠ざける的なサムスティンかな。それがなんか不運なことが起きるか。オッケー、オキドキで、さらにここで3枚。いいね、これワンチャンいけるぞ、今度こそ。さあ、どういうわけ、ギャザリン。さあね。よーし。刻みたい。オキドキ。オキドキ。刻もう。刻みたいね、私は。ジュー、刻む要素ゼロ。何もらった？サイコロキャンデー。もう思いっきりいったよねー。打ちかましちゃったよねー。ほう、なるほど。これを使って一発逆転を狙うのもありだなー。いや、ここはやっぱり、成功法で行くよりは、大逆転狙うべきでしょう。これが5だったら迷うなかったんだけど、10って結構で、高いね。ただ、向こうがゴールされる可能性を阻止できるって意味でも、これは結構ありがたいけど。いや、あのさ、タルタイフォーさっきからさ、コインないならもう出てこないで。最初がそういう仕様なら。オッケーオッケー。これはいつでもやれんな。オッケー。むしろ買わなかったら俺もう今20枚なったんじゃないかっていう説ね。で、相手は刻んで、オッケー！まあいや、でもここでいつ使うの？今でしょ。まあでもやっぱ買っといて正解だったんだったら。どういうことさ。いいね。あ、コインで、こ、あ、後ろのコインもらえないんだ。いやー、5にしとけば、くそー。バカじゃん。バゼまで来たって言ったから、あの、ルーレ、なんだろう、ね、コインがいっぱいもらえるブロック通り過ぎちゃうだけなのに。全然それは、いい作戦だと僕は思わないですけど。さらにそっから9。はあ、カッカキャンディー、それめっちゃ強いキャンディーって記憶なんだから。通り過ぎるとまた何がしたいねんな。ボイエス、なるほど、これで俺に勝って奪う気か。ところが得意フルボッコにして、俺勝ったところでもらえないんじゃないかな、もちろんすると。作ってケーキ。作るよ。何でも作っちゃうよ。まあ、
操作見て掴んでトッピングを置く。もう大丈夫、今回もルール見なくても大丈夫だ。もう大丈夫だから任して。マリオさん行くよ。マリオさん、マリオさんならいけるよ。それと同じの作るってことだろ。オーケー、さすがマリオさん。オーケー、今超集中してもうたわ。ゲーム実況者あるまじきすげえ集中力で、なんか今無言になってもうたわ。のこのこ痛いんや。クリボーもおるし。今日も山梨の勝利終わったマリオにダーツルーレットしてもらおうと思ったら、ええー、マジでもらえないの？は？オーマイグラファイ、マジかよ。この無念さたるや。もうたまらんなーに刻む刻みのり。これ変わったところでもらえないんでしょうから。あ、もうそもそもバトル自体始まんないんだ。笑った、全くもって意味ないマスじゃん俺にとっても。君が刻むんか、しかもそこでも刻むんか。刻みすぎ、刻みのりか、意味わかんないけど。オキドキ、いやーもう終わらしてやりたいぜ。いやーここで大きな数字出てもうたな、出てもうたな、出てもうだな。何回ここに来るんだっていうね。いやーいらないですもん。ていうか逆に買ってほしいです。いやー君どこに飛ばすか分かんないし、今お金がもったいないです。トークってどこ行くんだ。あ、ここで10出ないけど、おいいいでゴンスよ。で、20、オーケー、おいしいおいしい、おいしい、おいしいね。もうバカじゃない、マジかよ。ワロタふーんじゃねえよ。何回するふーんの、3回目やど。やどってなんだ。チビチビで相手のカクカクキャンディがすごいいい効果だと俺記憶あるから奪う。わーおーちっちゃくなっちゃった。オッケー取るでござる。いいね、いいよ。マイナス3ぐらい甘んじで受けようぞ。マイナスにはなんないんだね。オキドキ、カクカクキャンディー、わお、かわいい。常にこうやってねコインを入手していくっていう。あれやな、あそこで、ブロック叩いてから使った方が良かったね。まあ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 、運よく、青には行くでしょう、きっと。そう、これ叩いてから使えばよかった。君、刻みすぎでしょ。何に？スーパーキャンディクッパ行くかと思ったわ。俺が青行くには1か3出さなきゃいけないかな。出すでしょう。数字でかすぎ。あーもう悔しい。いやー1枚ぐらいおまけしてよ。もうええやろ、もうゴールでええ出したろ。はい、俺もくしゃみも出ちゃうよ、それ思わず。出てしまった。
まあ、それで余裕のよっちゃんで20は超えると。いいね、ぶっちぎりでゴンすよ。10、またすごい出目だね。ほら、早く諦めて。さあここで使いましょう。待てよ、やつはスーパーサイコロって確かサイコロが3つくれるやつだったな。それを出せば俺すぐゴール、それを出せばすぐゴールできるな。確かね、確かそういう効果のやつだけど。 OK、 見事に乗った。まあいいや、サイコロキャンディーならいいや。いやもうお金はええがな、めっちゃあるな。急にここに来て、まあキャサリンが20になることある。まああったところでね、俺はもう1点リードしてっから何も怖くないんだけどね。オキドキ、よっしゃ、行こう、ラティゴー、ラティゴー、ラララララ。 OK、 これもいったでしょ、いったね、100%。 おー、しかもこれもトレンド、オーマイガー、いいね、無敵、無敵大将軍でございますよ。今よくわかんないけど、ぴったりキャンディー、いいね、余裕のやっちゃん行く、軽やかにジャンプホップステップ。さあこれで終わりかな、交換シュルシュル。イヤホー、 HP マリオ、やっさあ、どうぞ。マリオが2個目の勝利じゃ、というわけでこのバトルはマリオの勝利だ。おめでとう、やったね、マリオさん、コングレーション、やったー。いやー、マリオさんよくやったよ、君は。沈め、セーブ中、電源ボタンに触らないでください。今回の結果をセーブしましょう。この調子で次へ進みましょう。すまないよ、もういいよ、もう終わる。いや、もうボッチでマリオパーティーも疲れたわ。ウィナーは、HP! マリオ対決のマリオの勝利です。イェーイ、順調な滑り出しですね。さあ、第2回戦のライバルを発表しません、ここで終わります。ということでね、3周年を迎えました。これからも、シャケドリクマゴロをよろしくお願いいたします。今後もね、いろんなね、ゲーム実況動画を出していきたいと思いますんで、応援よろしく、おつくまきり。黙らんな。動画を見てくれてありがとう。 PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからもサゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。